地名のマンチェスターの語尾のチェスターは城塞や城下町を指していて、ランカスターの語尾のカスターもキャッスルと同じで城を指すのだけれど、どっちも北欧の言葉なのだ。バイキングの領土の地名であるラグビーやダービーに見られる B も北欧語なのだ。 B の語源はラテン語で村を表すビクスで、ビクスはラテン系の英語のビレッジに組み込まれていて、 VI が BI に変化したものなのだ。バイキングは村をビクに近い音で B と呼んだというわけなのだ。グリニッチの語尾のビッチもビクスもインドヨーロッパ語で村落を表すレイクから来ているのだ。こんな風にアングロサクソン語と北欧のバイキングの言葉が併用されている例としては、クラフトとスキルやビアーとレイズなどがあるのだ。これは日本語も似ていて、暮らしと生活、食べ物と食物などのように和漢妙法を用いているのがわかるのだ。